行こうぜ1億2024久保です。2024年仮想通貨最大のチャンスの年です。やりきろうぜ。いつもご視聴本当にありがとうございます。更新の励みになりますのでグッドボタンよろしくお願いします。メインの LINE が再度新しくなっております。以前のものは配信返信できませんので必ずこちらをご登録お願いします。過去に開催しましたコアサテライト戦略 2.0 のズームですが大好評でした。現代日本でいかに効率よく資産を築くか久保の投資の真髄をお話ししております。この考えを持って実行すれば誰でも資産1億円を築くことができます。めちゃくちゃ自信を持って言い切っておりますのでぜひ見てみてください。アーカイブをご希望の方は概要欄の LINE にメッセージをください。ということで本日のテーマですけれども避難勧告 BTC 1000万円突破 ATH 間近法定通貨スキャムをお届けします。毎週月曜日に配信しておりますマクロ分析とクリプト戦略ですが昨日期限があるエアドロタスクがありましたのでそちらを優先して本日火曜日に配信しております。まずはマクロ経済から見ていきましょう。まずは何よりも大事な米国債利回り週ラインチャートです。オレンジが2年債利回り、青が10年債利回りです。先週は2年債利回り、10年債利回りともに下落。依然として10年債利回りより2年債利回りの方が高い逆イールド状態、不景気を織り込んでおります。実質金利は 1.87%、 先週比マイナス 0.15%。 米国債10年利回りからインフレ率を引いた数字です。プラスであればリスク資産にネガティブ、マイナスであればリスク資産にポジティブとなります。下げに転じております。米マネーストックです。平時は多ければリスクアセットにプラス、少ないとマイナスなのですが、インフレ下ではマネーストックが増えるとインフレがぶり返してしまう懸念があります。ほぼ横ばい。フィア&グリードインデックスは79でエクストリームグリード、先週比プラス1ポイント。米株 S&P500 週足です。続伸、最高値更新。日経平均先物週足です。こちらも続伸で4万円超え。ドルインデックス週足です。ほぼ動きはありません。ユーロドル週足、こちらも小動き。ドル円週足、高値停滞。ゴールドドル週足、上値ブレイクで最高値更新なるかといった展開です。 WTI 原油ドル週足です。横横 VIX 週足、恐怖指数と呼ばれております。いつものごとく定位安定。続いて最重要のフェドウォッチです。ほな行こか。上が先週、下が今週、コンセンサスに変化はありません。利下げ開始が今年6月、今年末の金利予想が 4.25 から 4.5% となっております。米 CPI1 月の数字を確認しておきましょう。上が総合 3.1%、 下がコア 3.9%、 ともに横ばいとなっております。 CPI Now です。2月総合は 3.12%、 コアは 3.7%、 3月総合は 3.28%、 コアは 3.68%、 コアは下げ予想、総合はインフレぶり返し予想となっております。ここまでよく分かったよという方はグッドボタンを押してお知らせください。今週の経済指標です。金曜日の22時半からの米雇用統計に大注目です。続いてここから仮想通貨です。仮想通貨全体のビジュアリゼーション、週パフォーマンス、 BTC が強いですが、アルトはミームが爆上げしております。仮想通貨全体の時価総額週足は 2.44 テラドル、連続の大陽線となっております。上がテザー時価総額、下が USDC 時価総額です。ともに ATH、 ステーブルコインが新規発行されると仮想通貨に資金流入していることになりポジティブファンダとなります。ビットコインフェア&グリードインデックスは90でエクストリームグリード、先週比プラス18ポイント。アルトコインシーズンインデックスは73、先週比プラス8ポイント。 It is not アルトコインシーズンです。 BTC ドミナンスは 52.3%、現状51から 55% のレンジと見ており、どちらを突破するか注目しております。トータルハッシュレートは ATH 付近、これが上がるとマイナーがコストをかけてもマイニングしようとしている証であるので BTC 価格にはポジティブとなります。 BTC ドル週足です。史上最高値まであと300ドルをつけ、今日にでも ATH しそうな勢いとなっております。時間軸別の状況を確認しておきましょう。長期5年10年レベルで見れば余裕で上昇トレンド、中期昨年秋から上昇していたトレンドは継続、短期上昇も高値警戒。各レジスタンスサポートラインを確認しておきましょう。レジスタンス6万9000ドル、その上は真空地帯、
サポート6万5000ドル、6万2000ドル。戦略、トレード、押し目待ち。長期投資、ドルコスト現物買いか一発買い。ウルトラサウンドマネーより昨年のマージ後のイーサーサプライはマイナス 0.225%、 先週比マイナス 0.013%、 デフレ続行、イーサー価格にはポジティブです。イーサリアムステーキング比率は 26.13%、 先週比プラス 0.41%、 加速、これが高まるとセキュリティが強くなるのでイーサー価格にはポジティブとなります。イーサリアムドミナンス週足です。低下イーサ BTC 週足です。注目のネックラインに到達も超えられず。イーサドル週足です。 BTC には負けておりますが上げております。続いてトピックスです。米国の GDP は第4四半期に3340億ドル増加、その成長の裏には8340億ドルの負債がかかるという記事がありました。で、一言で言いますと、米国の経済を成長させるにはそれの 2.5 倍程度の借金がかかっていると、こういった事実があるようです。で、これが何を意味するかと言いますと、もう借金がどんどん膨らんでいかないと経済成長はしないと。で、そしてその膨らんだ借金というのがもうとんでもない額なので、年間の利払い額だけで、米国債の利払い額で1兆ドルあるようなんですよ。で、この1兆ドルをまた国債を吸って資金をね調達しないといけないわけで、もう日本なんてまさしくその状況に陥って長いですけども、アメリカもついにもうこれ借金が返せるのという段階に来ていると。で、今ビットコインがものすごい上げてます。で、円建てで見たら1022万ですね。 ATH してから、まあ、さらに1段2段ぐらいかな上げている状態。で、これは S&P500 です。で、こちら日経平均ですね。もうありとあらゆる資産が上げ上げという状態なんですけど、これつまりは、まあ、インフレなんですよね。法定通貨の価値が下がりまくっているという状態です。で、もちろんアメリカの株は AI とかで、あとは半導体とか、まあ、NVIDIA がね先導して引っ張ってますけど、で、日本もその、まあ、半導体の装置だとか、まあ、その件のそのあたりの恩恵を受けて非常に強い銘柄もあるんですけども、まあ、円安の効果で表のその利益っていうのがもうめちゃくちゃ高くなって、トヨタ自動車とかも過去最高益を叩き出しているんですけども、株価が爆騰している裏には法定通貨が毀損していて、資産を持っていないとどん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 その法定通貨のままですと目減りしてしまうんでね、インフレに負けてしまうわけですね。そういった資金が今ごぞっと流れていると、そういったムーブメントが起きていると。ですのでビットコインも本当にまさしくそうで、すられ続ける法定通貨、勝手にその中央銀行であったり政府の指示で金融緩和をしてというのがもう民主的じゃないぞ、それでそのお金を持ってたらどんどん自分のお金が毀損してしまうというね、それにアンチテーゼを突きつけたのがサトシ・ナカモトさんであり、ビットコインを発明したわけなんですけれども、ついに、まあ、円はねだいぶ前からやばいやばい言われてましたけど、もうドルがやばい、ドルもやばいと。で、先週の動画からロシアの資産を差し押さえて、で、その差し押さえた資金を使って、で、武器を、まあ、買うなり作って、それで、ロシアをね攻めようとしているっていうニュースをシェアしたんですけども、もうそんなことされたらですよ、ドルなんて持ちたくないわけですよ。で、まあ、日本は親米というか同盟国ですから、で、イギリスとかね、まあ、NATO とかあのあたりは米国に近いんで、まあ、米国寄りのニュースが多いんですけど、
まあ、ロシアは敵対してますよね。で中国も敵対してる。あとはアフリカとか、まあ、インドとかその第三勢力グローバルサウスと呼ばれる人たちとか国々というのは、まあ、そもそもそのアメリカとか西欧に対して、まあ、そんないいイメージを持ってない、まあ、めちゃくちゃ敵対しているわけでもないけどいいイメージを持っていないんですよね。でただ経済が不安定すぎてそれで自国の通貨が不安定だからドルを使ってる、ドルでその決済をするっていう国は多いんですけども、まあ、そういった国々の人からしたらもうアメリカと喧嘩したらそのドル差し押さえられて、なんならその差し押さえられた金で、ね、武器作って攻めてこられるみたいなことになったらたまったもんなわけじゃないんで、そのドルなんて危なくて持ちたくないなと。でしかも今ね、借金が膨大に膨らんでいて、それでその利払いだけでも国債をね、発行1兆ドルのその利払いをね、まあ国債で資金調達してなんとかしないといけないと、どん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 その借金が膨れ上がっていくような通貨であったり差し押さえられたりする可能性のある通貨を持ちたくないと思っている国々の人たちは何を買ってるんか何を持ってるんかって言ったらそれがビットコインなわけですよ。で彼らにしてみれば、まあ、こんなありがたいものはないですよね。誰にも支配されない通貨であり、まあ、価値の保存ですね。でインフレにも強いと。でそれに気づき始めた西洋の投資家、まあ、ものすごいお金持ちの人たちですね、まあ、ドル世界中がドルから離れてるんじゃないかっていうように気づき始めた投資家が今 ETF を通じて資金をバチコン入れているとという背景で上がっているという感じです。なのでこの流れはね、こんなもんで止まらないです。でドルが基軸通貨じゃなくなるとは思ってないんですけど影響力は弱くなると。で今例えば 70% ぐらいのその影響力を持っている基軸通貨としてねなんですけど、まあ、51% 以上であれば基軸通貨として、基軸通貨と言ってもいいと思うんですけどその、まあ、50% を割るのかどうかそれは分かんないんですけども今 70% ぐらいだとしたらそれが、まあ、シェアが下がると。でそのドル の, その市場ってめちゃくちゃでかいんですよね。でそれが本当に数パーセント下がってその数パーセントが別の資産に流れ込むだけでその別の資産は時価総額低いですからもう価格的なとんでもない上げを見せると。まあ、例えばビットコインが上がった後に利確されてアルトコインに資金が、ね、流入してアルトコインがものすごい上げを見せるようなもんです。ドルが今、まあ、利確されているかドルから退避されているその膨大な資金の向かう先が株であったり BTC であったりすると。でこの流れは2024年現在ですけど、まあ、今後5年10年20年というかけて、まあ、じわ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 どん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 ドル離れが進んでいくんじゃないかなと考えておりますのでまだまだねビットコインだけで言えば、まあ、半減期とかもありますからこんな価格では止まることはないと。でこのチャンネルは何度でも言ってますけど円だけで持ってる人は相当やばいですよっていうのを去年一昨年ぐらいからですねもう何度も何度も言ってきて。でビットコインを買ってました、積み立ててましたっていう方結構多いんですけど、まあ、このチャンネルをね定期的に見てくれてる方であればちゃんとね理解をされて自分のねその置かれてる状況危機感っていうのを考えて、まあ、円以外のものですねに変えられてると思うんですけども、まあ、多くのね日本人はまだ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 円で、銀行預金でようやく新ニーサが始まってなんとか投資をしないとっていう感じで、まあ、投資するニーサ積み立てするっていうのが、まあ、割と、まあ、ポピュラーになってきた感はあるんですけども大半は円で持ってる方が多いと思うので、まあ、この動画をね初めて見たよっていう方はぜひねきっかけ考えをねちょっと柔軟にというか自分が日本で生きていて円だけで持っているのが今までは普通だったんですけどもそれじゃやばい世界が来ている、波が来ている、で、まあ、退避をしないと要は津波が来ているみたいなもんですよね。でその津波が来ているのにもう地震も何度もあったんですよ。なのにそれに気づいていないっていう状況になっている方が多すぎるので少しでもそういった方々にこの動画が届けばいいなと思っております。
よくわかったよという方はグッドボタンを押してお知らせください。仮想通貨まとめです。投資家情動サイクルに照らし合わせると仮想通貨の現在は興奮。 BTC 分析シートによりますと、直近の現物 ETF のインフローの額と半減期後の売り圧を比べたところ、拮抗する価格帯は61万から62万ドルとなっております。話半分で考えても31万ドル、日本円で4500万円強となっております。 BTC の大相場はまだまだ始まったばかりとなっております。引き続き米ドル流動性と BTC 現物 ETF のインフロを確認してシェアしていきます。過去動画で10年20年スパンの長期で BTC1 億円の可能性もありと言いましたが、もっと早く来そうですね。今年は1000万円、来年は2000万円を突破するでしょうと話しましたが、1000万円はもうすでに突破、今年の1000万円も全然あると思います。人間の心理的に安かったものを高くなってから買うのは非常にストレスがあり難しいです。長期では仕込み時ですが、そろそろ感覚的に買いづらくなってくる価格だと思いますが、 BTC に関しては半減期限と法定通貨の信用失墜による需要増により、超長期ではほぼ上げ続けることが予測されます。よってタイミングを考えずドルコストでコツコツ買う、もしくは余裕資金で一発で買う、これが大抵の人の正解となります。初心者の方におすすめなのは、意味不明なほど稼げるエアドローや期待値のある新裏技 FX で利益を上げて BTC にしておくことです。超低リスクハイリターンのエアドローを狙ってみたい、新裏技 FX で驚異的な利益を上げたいという方は LINE 登録しておいてください。以前開催しましたコアサテライト戦略 2.0 のズームですが大好評でした。現代日本でいかに効率よく資産を築くか、久保の投資の真髄をお話しております。この考えを持って実行すれば誰でも資産1億円を築くことができます。めちゃくちゃ自信を持って言い切っておりますので、ぜひ見てみてください。アーカイブをご希望の方は概要欄の LINE にメッセージをください。ということで、週初の地合や相場感分析でした。地合というのは天気予報や地図みたいなもので、台風の中で外で遊ぶ人やナビも見ずに知らない場所へ行く人はいないじゃないですか。投資は勝ちやすい時、勝ちづらい時があります。今がどういう状態なのか、何に資金が向かっているのかを知ることはとても重要です。その指針としてぜひ参考にしてください。ブラボーという方はグッドボタンを押してお知らせください。これからも皆さんが自由を手に入れるために必要なことをお伝えしていきます。今週も一生懸命頑張って理想の未来を作っていきましょう。久保についてくれば OK です。ディスコに入ると完璧です。今日の動画いいねと思ってもらえたら、チャンネル登録とグッドボタン、通知ボタンまでよろしくお願いします。